います。今日はゆっこが最近練習すごく頑張ってるっていうんで、その練習を取りに来ました。普段ね、最近いろんなことやってると思いますが、はい、何をやってるのかっていうのを知りたいって方が多かったので、はい、撮影します。頑張ります。お願いします。一番最初は何から練習するの？最初はちょっとあえて離して持ってます。あ、スプリットね。そう。うん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 。離しても今ちょっと意識してるのは、フォローを大きく取るために言い方が前に出るように。そう。こうやって右手を前にして持つとすごい右腕が張られるんで。なるほどね。離して持つことでフォローが大きく出るってこと。右肩をこう前に出しやすくなる。右腕がちょっと前に出てる。私、ああああ。腕の曲がる癖があるから。ああああ。こういくように。なるほどね。ちょっと右腕を前に置いて、右の肩甲骨を伸ばす意識で9番ヤード100ヤード。え、めっちゃでも飛ぶようになったんだな。90ぐらいじゃなかった前。9番で90ぐらい。うん。いやでもめっちゃ飛ぶようになって100飛べば結構いいよ。いつも9番から練習すんのゆっこ。大体9番から。いいんじゃない？でもすごい速くなったね。前もっと柔らかい感じで振ってたから。楽しい練習。楽しい。90分はあっという間？一人でやってる時は、携帯置いて。インスタ用にね。うまくアイアン使ってね。そう、うまくアイアン使って。いいんじゃない？そーっといかないとそれ倒れるからね。アウトサイドになってないか確認。でもなんかさ、反対に取れちゃったんだけど。なんで反対に取れてるんですけど。それ確認できなくない？ゆっこが全然入ってません。ミスった。ミスってるじゃんもう。何が悪かった？やっぱさ、左足でバカッと上がるよね。左？うん、左足でバカッとが浮くの。トップで、なるんだよ。ほら、おお、なんかステップ踏んだ。ねえ、これで本当に、で昔から？いや最近なんかね出てきたの。右に残ろうとするからかな。そう、多分出だし意識しすぎたと思うんだけど。ね、なんかポンって踏んでる。おかしくない？悩むゆっこです。腕は浮いてない。今は浮いてない。素振りだと浮いてないよ。あ、今浮いた。今浮いてない。左足のバカットを意識すればいい。まああでもね、練習場はさ失敗するとこだからさ、変えて失敗するのはいいんだよ。ゆっこは最近肩が入らないのが悩みらしいです。うん、当たんなくてもいいからさ、練習だし。肩を回す練習。ゆっくりゆっくり。でも肩は回ってるよ。あ、今ね、浅かった。ね。うん。みんなダメだね。うん。お、いいじゃん。いいじゃん。いいよ。7番アウトで結構いってるよ。あ、そういうこともある。うん。160ぐらいまでは転がっていってる。うん。でも音いいよ。音いいよ。びっくりした今。あとボール浮くようになったね。うん。いつもとでも違う、位置的には。全然違う。違う？なんか前は多分もっと。うん、なんかコンパクトな感じ。そうそうそう、もっとすごく大きく使ってる感じで、背大きいし手足長いんだから大きく使わないと。たださ、ゆっこめっちゃ飛んでるよ。ほら、あの山の手前まで行ってるよ。うって自分が一番びっくりして。誰だけどいいよ。いいよ。お。めっちゃ飛んでる。ちょっと早くコースで試してみちゃう。ハーフスイング。ハーフスイングは大事だもんね。芯で当たる感覚。もういいじゃん。でもハーフでもゆっこ全然上がってるよ、上まで。肩が回ればね、ハーフスイングでも全然上がっちゃう。え、とかすごいね、いいよ、いい形、いい形。しかもハーフの方がダフってない。え、めっちゃいいじゃん。いいっすね。なんかフルショットよりダフってないですよ。なんかいいんですけど。うん。でもすごい上がってるよ。クラブはもう頭上をはるかに越してるからね。ハーフショットだけど。腰から腰とかってやんないの。あんまり。私の今の感覚これ結構深いの。あ、そう。これがこれぐらい。うん。でハーフが。ああ。最後までご視聴いただきありがとうございました。他の動画が気になる方は左の動画をタップ、チャンネル登録は右の登録ボタンをタップしてください。コメントと高評価もよろしくお願いします。